ンソロジャーの切ないです。 A ゼロです。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問僕に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たち2人が責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。今日の質問読みます。はい。こんにちは。いつも楽しく動画拝聴しています。自分はバトレボから BW の頃ガチ対戦をしていました。現環境はお二人の動画知識のみです。質問なのですが、もしお二人が今の世代から一匹だけ過去世代に連れて行き環境をぶっ壊せるとしたら、誰をどんな方で連れて行きますか？過去をなかった技や道具などはそのポケモン専用として考えてもいいですし、過去世代に合ったもののみで構築でもいいです。採用していただけたら嬉しいです。これからも動画楽しみにしております。なるほど、確かにその妄想はしたことあるね。あ、これかこんな、この世代持ってったら強そうだったなみたいなのは、まあ、要するに今8世代にいるエース版とかを過去世代に持っていったら強そうだなっていうのを、まあ、今回考えていくんですけど、まあ、まずは第5世代誰連れていきたい。あ、5世代のルールとしてフェアリーはなしにしよっか。さすがに環境変わるからな。まあパッと思いつくのは月光が環境的に、まあ、ほぼ最速がボルトロスとかラティオス、うん、それを抜いてるわけだから。あと、まあ、対ドリューズっていうところで、まあ、キノガッサかローブシンが魔法地区に割と入ってたと思うんだけど、まあ、同じようなことを水手裏剣でできるから、まあ、対ドリューズっていう点にも良い。でも最強かと言われたらちょっと怪しくない？環境、まあ、壊しはしないかな正直。まあでもパッと思いつくのだと月光がとか無難に。でもなんか感覚としてこの間挙げた BW キャラランクでいくと A ランクぐらい。あ、まあでもジュエルあるからな。まあ確かに A よりかは強いけど S よりかは弱いかもみたいなぐらいかもね。これはギルガルドかな。あ、この当時は鋼タイプに対してゴーストとかアークタイプが半減で通る時代だから、ギルガルドの弱点2つが消える。だから地面と炎だけだね、ギルガルドの弱点は。対ラティオスにおいてはマジ最強のポケモンじゃない？最強だね、突破されない。交換読みメザ炎とかマジでどうでもよすぎて、まあシャドーボールとか入れるようになるのかもな、ギルガルドが来たら。まあでも同じようにギルガルドのメインウェポンのシャドーボールも、うん、鋼タイプに半減されるわけだから。いや、そうなんだよね。対ハッサムとかドリューズで今みたいにシャドーボールでめちゃくちゃ削るってことができないから、もしかしたらいいバランスなのか。ハッサムにガン起点にされるね。まあでもハッサムからの打点もあんまないんじゃないんだよ。アクロバットとか虫食いとかトンボ返り採用する枠が1個削られるわけだから。叩きとか泥棒も弱いしね。そう考えると意外といいバランスなのかも。ブライオンとかスイクにも弱いしね。ああ、まあそうね、もうグライオンに弱いのはまあ6世代から言われてるっていうか、なんかどっかの動画で話したけど、ギャラランガとか格闘ドラゴン両方強くてフェアリーがいないからかなりウキウキで使えそうとかいう話はあるけど、まあ、ソウルビートとか5世代持っていけるんだったら結構強そう。壁ジャラランガとかいそうだよね、いっぱい。エースバーンとか強いだろうけど、ちょっと強いバシャーモぐらいか。正直バシャーモの方が強いかもしれないけどな、5世代だったら。不意打ちが肝になるんだろうけど、ドリューズに半減されるしな。なんかカバドリとか、まあ、トノグドラとかにも全然エースバン強くないから、そこがちょっとうーんって感じ。なんだろう、何が一番いいんだろうな。ドラパルトとか強いけどゴースト技が強くないから。早いドラゴンで炎打点もあるってのは偉いんだけど、あとバンギラスも追い打ちしてくるしな。いや、そうだね、8世代ドラパルトこんなに生き生きしてんの追い打ちないからだからね。ドリランダーとかドリーには強いけど、グドラとか、まあ、周りのハッサムとかラティオスとかキノガッサーにも強くないしね。まあクロバット入れてみたいな感じじゃない、早くして。ウーラオスとかもローブシンに勝てないし、ね、ウーラオスは正直大したことないの5世代だと。まあラティオスとかには強いか。まあラティには強い、悪なら。まあ水はないな絶対。なんかこれっていうの決まらんな5世代に連れて行きたいポケモンいないぞ。フェアリー禁止って言ったけどさ、水タンのレヒレとかはどう？なんかそこじゃない感がすごい。カバとかガッサにはまあまあレイトビーム打つだけでそこそこみたいな話。これさ、ペリッパーとかじゃないの？あー、アメフラシの、うん、トンボ返りできるしっていうとこ、うん、連れて行きたくはあるけど、でも結論ペリッパーじゃねとはならんな。うん、なんか忘れてんのいないかな、こんなになんかこれだっていうのない。アクガメスとかあー、5世代らしいねちょっと。うん、炎ドラゴン受け入れるやつ一人もいない説。ヒートランだけだから。うん、でも、遅いからな。殻を破るんだったらパルシェンとかアバゴーラとかの方がまだ。ライトパッチルドもノーパッチってこと？そうね。あー、ノーパッチか。あー、ちょっと面白いかもね。まあ、ローブ神に弱いところが気になるけど、あー、まあ、それ以外はまあまあ5分ぐらい。
先生電撃くちばしても上からマハパンチで全然ダメになっちゃうし、いやちょっとさすがに弱いな、ダメだなそれは。いや意外といないこれだっての結論が。あ、それぐらい第5世代の関係は難しいってことだ。5世代強いポケモン多いからね。いやまあ一応月光がかな、持ってくなら自分がジュエル月光が使いたいもん。じゃあ俺はギルガルドから変えてパッチルドにしとこう。ローブ神でボコるわ。まあ6世代に連れていくとしたら、これはパッと思いついたのはまあテテフ。それはなぜ？ガルガブ、ゲンガー、ボルト、バシャスイ君のまあバシャーモンのところがファイアローになったりとか、あとどれか一匹がキノガッサーになったりみたいな構築が結構いたんだけど、もうエスパーの一環がやばい。メガネラティアスとか使われてたんでしょう。まあテテフはそれの完全上位互換と言ってもいいね。先制技も効かないし、ファイアローのブレイブバードも効かない。まあテテフさすがにやばいね。 S 遅いガルーラとかメガネテテフで終わりでしょ。だからガルーラも最速しかいなくなって、そうすると受けやすくなるから、かなりテテフ来たらエスパー一貫性のある構築が全部消えて、ギルガルドとかヒードラの評価が爆上がりだね。環境一変しそうだ。もう全然違う。なんかさっきの5世代の話の比べ物なんだよね。5世代はうんでも何々がいてだけど、6世代に手を切ったら環境一変だね。アクエムラオスとかは？アクエムラオスやばいね。でもこれも最速メガガルーラのネコステミで死ぬでしょ。ああまあそれは死ぬけど、まあでもスカーフインファイトでみたいな話はあるし、わかんないけど HB オボンウーラオスが出てくるかもしんない。うん、ボルトロスみたいに全然出てきてもおかしくないってか、いやウーラオス浮かんなくね。マリールリとか使うしかない。ガルクレセドランとかウーラオスで終わり。うん終わり。テテフがいるんだったらクレセドランは結構強いと思うんだけど、アクウーラオスもやばいマジでやばい。まあまあファイヤローでどうにかするしたりもしたいけど、まあ、第6世代で強かったメガ進化はそれ以降追加されてないから、うんうん、そこで環境変わるってことはないか。あそうだね。ていうかもうこのテテフとアクエラスがガルゲンに結構強いのがポイントっていう話もあるな。じゃあ7世代は？7世代になるともう8世代から持ってくるしかないもんね。だいぶ狭められるけど、エースバーンとかさ正直メガボーマンダにぶん殴られて終わりじゃん。まあそうだねエースバーンはご存知の通りメガガルーラ最強のニコ魂プラス不意打ちで沈んで、メガゲンガーにも先制されるし、いやまあ通常でも強いけどやっぱりダイマックスっていう仕様と噛み合ってるポケモンではあるよね。 Z エースバーンが強いかと言われたら月光ガンに勝てないしね。あんまりいい感じはしない。誰だろう8世代のポケモン。ゴリランダーもなんかボーマンダにはいはいってされて終わりそうな気がしちゃうんだよ。マンダガルドで終わりだね。マンダに強いとなると誰だろう。ドラパルト。あーはい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 、一応ギルガルドにも影打ちを無視すれば。あドラパルト、まあレヒレに弱いのが気になるけど、でもまあ結構いいか。ガルランドとかにも多分強いからね。ああそうだね、鬼火打ってるだけで強いね。リザグロスみたいな対面構築にも一応強いか。割といけてると思う。ポリツーがちょっと気になるところだけど、ポリツーレヒレがめちゃめちゃきついから、まあそれはハスレアと変わんないな。そこはシーダルマとかギルガルドが強すぎてあんまり。まあでもボーマンダに対してフレアドライブとか自信打てばギルガルド死ぬからまあ絶対そうだね。まあまあでも威嚇が入るからな初手の対面だと。そうすると なんか何とも言えない感じだけど、8世代のポケモンが少ないのと、7世代ってタイプ受け環境だから、うん、やっぱドラパルトとかヒーダルマみたいな技範囲広いポケモンじゃないとなかなか1体で活躍はしにくいな。ウーラオスとかもまあボーマンダだな、熱いな。レジエレキとか絶対地面タイプいるからね、ダイマスでも絶対通らない 100% 通らない。本当に何もできないだろうからダメだ。ウォーマラゴンとかもボーマンダギルガルドきついもんね。あでもボーマンダ入ってない構築って割と水の一環きつかったりするから、もしかしたらありかも。通るかな。なんかレヒレとかミッキーも止められちゃいそうな気すんな。まあそれはいつも通り。あブリザポスとかどう。ギルガルドのキングシールドに対して10万馬力で攻撃が2段階下がってしまうのはきついけど、実写やったら結構良さそうだったけどな。ブリザポス、うん、メガ進化の壁が厚いな。ボーマンダに強いポケモンが8世代でそんなにいないね、そもそも。いやボーマンダが強すぎるんだね。ああそうなるとやっぱドラパルトが一番は。ならドラパルトって5世代でも6世代でもいてくれたら何かしら環境に影響を与えてるだろうし。ああまあ確かに。絶対壁張りラティオスより壁張りドラパの方が強いしまあ5世代は絶対そうだな。まあ、結論として、まあ、メガ進化がめちゃくちゃ強いということと、ドラパルトは偉い。6だけはちょっと分かりやすいな。ちょっとテテフとアクウロス抜けてるね多分。他の世代は結構難しい感じだったな。第5世代にジャラランが連れていったらワンチャンあるなみたいに。今は活躍しないけど時代が違えば活躍してたかもなみたいなポケモンは、まあ、いっぱいいるから。そうね、まあ、時代が逆行するように環境第9世代で変わってくれたらジャラランがも救われるかもしれない。9世代ジャラランが S ランク、まあ、ゼロではないですね。これからもためになる対戦動画解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。